サービスの特徴なんですけれども、このトランスサポーターと配送シミュレーター、これがセットになることによって配車の最適化ができるようになっております。元々組んだ配車と実際の比較化できるようになっていますので、そういうのが可能になっております。配車の業務に関してなんですけども、基本のプラットフォームを持っている状態で、でそれに対してユーザーでカスタマイズをして使っていただくような形をとっております。でトランスサポーター自体、他社の製品との比較になるんですけども、車両の監視だけじゃなくて商品一個一個の監視まで全部できるような形の商品になっております。課題に関しては2024年問題で、中小企業を中心とする実運送事業の中で、その運賃の適正化に関して、いろんなデータを出せますので、荷待ちに関する時間帯ですとか、あと車両の損益、そういうものも全部データ化して出せます。あとはドライバーの体調管理を、見える化することによって、体調のエラーなんかも全部出るようになってますので、そういうので2024年問題、どうにか解決できるようにというふうに形で動いております。今まで以前はユーザー帯は大体荷主側だったんですけれども、今2024年に入ってからは、どちらかというとエンドユーザー側の下の方の実際の実運送をやっている会社の方がだんだん増えてきてますので、そういう方向けでこのシミュレーターを使っていただいて、実際に配車を組んで実際に使っていただくということで、そういうエンドユーザーがどんどん今増えてきている状態にはなっております。